はスプレアトリのベロちゃんと梅ちゃんです。こんにちは。はい、ということで今日はベロちゃんにいっぱい質問をしていきたいと思います。 OK。 質問コーナーですね。質問コーナー。イエス・ノーで答えられない質問、あなたならどう答える？宇宙人に一つだけメッセージを送れるなら何を送りますか？メッセージは会いたいです。なんで会いたいの？それは書かない。なぜなら、なんで会いたいって思われる。46番だって、はい。好きなコメディ映画は？コメディ映画は、はい、銀魂。銀魂好きなの？うん。ゾンビだらけの世界、どうやって生き残る？多分生き残らない。生き残れない。多分すぐ死ぬと思います。諦める。もう戦わない。火星に住めるようになったとしたら行く？行かない？行かない。なんで？なぜなら、もう戻れないでしょ。いや、なんで？なんか何その固定概念。体が一回あっちに行けばもう適応できないっていうね。一回火星に行ったら、うん、もう日本に戻ってきても住めないっていうふうに言うけど、そこにここには書いてないから、あ、まあ、そういうの考えないで行ける行けない。行きます。はい、すぐ行きます。楽器を一つマスターできるなら？楽器って何？まあ、それも含めて答えてください。楽器何？もう一回。楽器を一つマスターできるなら何を選びますか？楽器って私全然わからないけど、もしかしたら書くこと？書くこと？アーティストかもしれない。うん、そしたらスプレーアーティスト。スプレーアーティスト。はい。都会と田舎どっちに住みたい？都会。はい。もっと見ることもいっぱいある。やることもいっぱいある。どんなことで泣く？ああ、なんでもね。さっき泣いてたね。ああ、アニメを見るとね、すぐ泣くよね。いや、でもさっきね、初めてベロちゃんと進撃のプレゼン見たけど、泣いた。よかったね。めっちゃよかったね。わかった。よかった。よかったね。よかった。泣いてたし。泣いてた。Oh my gosh! とかって。よかった。みんなも見てください。もしも明日死ぬとしたら、うん、最後に何を食べますか？最後に何を食べますか？イチゴ。なぜかわからないけど、今もう死ぬって思ったらどうしてもイチゴを食べたくなってきた。イチゴ。今死ぬのに。あー、もうお酒、あそこにあるから、お酒。はい。死に方を選べるならどんな方法を選びますか？多分ハートアタックって言ってる。ハートアタックかわからないけど、まあそういう死に方、なんか寝てる間に死ぬ、うん、そしたらわからない。もうわからないうちに死にたい。そう。世界中の人に声が届くならなんて言いたい？人生を楽しんで生きろって。今までやった中で一番クレイジーなことは？クレイジーなことは ないんじゃない？あんまクレイジーなことしないよね、ベロちゃんね。しないよね、うん、クレイジーなことはしない。しないよね。なんか急に恐竜の格好して俺にドッキリしたりとか。ああ、しないよね。7歳の時に急に日本人と結婚したいって思って日本人と結婚するって言い出さないよね。ないそんなこと。そうだね。だからクレイジーなことは一回もない。 OK。 家が火事になりました。何か一つだけ持っていけるなら何を持っていく？何を持っていきますか？まやちゃん、家いないね。家にいないと。何か一つ持っていけるのは何を選ぶ？隣の寝てる俺よりも？違う、もう余裕はいないと考えるとね。まやちゃん、私とまやちゃんしかいない。子供の頃から持っている教訓知恵は？教訓知恵って何だと思う？病気？知恵は脳の病気？わからない。教訓知恵は脳の病気ってこと？違う。じゃあ子どもの頃から持ってるベロちゃんの脳の病気は何ですか？ないよ。あるじゃん。ないよ。ない？ない。子どもの頃から持ってる教訓知恵は？教訓。一番好きな？最初の。あ、記憶？うん。あ、記憶ね。うん。記憶は？ベロちゃんの持ってる最初の記憶は何？私は、キンダーガーデンに。幼稚園の時に、うん、お母さんを連れて、私ね、お母さんに連れられて、私はもうやだ帰りたいって泣いて、うん、そしたらみんなの子供たち、うん、泣かされた。みんなが泣いてた。
あ、ベロちゃんが泣いたから、うん、みんながそれをベロちゃんが泣いてるのを見て、うん、みんなが、ま、みんな泣いちゃったとか。そうそう、で、先生はお願い、もう出てって、お母さんにそうそうそう、お母さんに出てって泣いちゃうから、そしてお母さん追い出して、うん、あ、私よ、私は行ったからみんな泣いたでしょ、うん、あ、だから幼稚園初日、うん、出てけって言われたの。やべえじゃん、やばいよね、問題児じゃんじゃあ、ヨヘのは、え、ヨヘのは最初の曲、うん、なんかあれだ、なんかやっぱりお母さんのお腹の中にいた時にさ、え、あれあれ、ウサギのじゃなかったっけ。それは前世の話だから、それ一番の曲じゃない。なんか今冗談で終わらせようと思ったのに、どう？合ってた？何が？記憶とか違うよね。うん。うんって。はい。ということでちょっととっても楽しいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。あとコメントもよろしくお願いします。アディオスアミゴス。アディオス。バイバイ。バイ。